太極拳の世界へようこそ。中村玄光です。今回は太極剣。剣というのはこのように1メートル以上あって持ち運んだり、こういう剣を持って自宅で練習をしたり公園で練習するのはなかなか難しいかと思われます。ですので今回は伸縮剣、このような普段は短くなっている伸縮剣ですね、蓋を外して伸びる伸縮剣がすごく便利で、短くすればカバンに入りますし専用のカバンも必要ありません。短くすることによって軽いし手軽に持ち運ぶし、太極剣をやろうと思っても長いものを扱うのにちょっと自信が持てなかったり、そして荷物が多くなってしまうのが嫌だったりする場合はこの伸縮剣で十分太極剣の練習ができます。今回はこの伸縮剣で32式太極剣をやってみようと思います。最初の1回目はこのように伸ばした状態でやります。そしてその後にもう一度伸縮剣を短くした状態ですね、このように短くした状態でもう一度32式剣をやってみようと思います。Thank you.
Thank you.